1月31日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。1月31日生まれの方は、誰からも好かれる人柄ですが、常に自分の役割を意識するあまり、自分の本音を押し殺してしまいがちになることがあります。周囲に対する気配りを優先してしまう方ですので、自分の心で感じていることに少し鈍感になっているのかもしれません。独創性に優れ、高い理想を持ったまとめ役です。人付き合いを大切にしており、柔らかい物腰と温厚な雰囲気がありますので、人々から愛される人気者です。また視野を広く持ち、物事の全体像をつかむのがうまく、統括能力に長けています。人の扱いがうまく、社交性もありますので、発する言葉は不思議と周りの人の心に染みます。そういった性格が影響を及ぼし、自然と支持を集めている方ですので、リーダーに推薦されることも多くなります。人との触れ合いが好きな方ですので、積極的につながりを持とうとします。嘘が嫌いな方ですので、人に対してもいつも正直です。親しみやすい上に、まっすぐに人と向き合うため、あの人の言うことなら信用できると、人から信用を得ています。細やかな気配りを欠かさず、優しい方ですので、ガツガツした熱血タイプではなく、癒し系なリーダーとなります。柔らかい雰囲気を持ちながらも、内面はとてもプライドが高い方です。心に秘めた情熱や野心は、周囲の人も驚くほどです。しかし、そのような面は基本的に外に出しません。確立した信念を持っていますので、成功に向けてチャンスを伺いながら、地道に前進を続ける努力家です。調子が上がると勘が冴えますので、素晴らしい発想力を発揮します。クリエイティブな才能を活かせる仕事に就くと、やりがいを感じられる上に評価も高くなります。ただし、マンネリを感じるとこれが一変し、忍耐力が失われてしまいます。本来のバイタリティもなくなり、決断力に陰りが見えてきてしまいますので、刺激を受けることにも挑戦してみてください。上昇志向があり、さまざまなことを吸収し、常に人より一歩先を読んで動いています。意識欲が旺盛で勤勉な方ですので、多方面にアンテナを張り巡らせており、さまざまなジャンルに興味を示し、多くの知識を身につけていきます。博識な方ですので、何でも知っている物知りな人という印象を人に与えます。穏やかさと情熱の二面性は素晴らしい魅力です。気水のバランス感覚の良さを生かしていけば、必ず成功を手にできます。もともと場の空気を読んで TPO に合わせた対応ができる方ですが、イライラや
頑固な面が強調されると魅力は半減してしまいます。空気を読みすぎて言うことにばらつきが出ると墓穴を掘ってしまいますので、自分の意見もしっかり主張していくようにしてください。恋愛運、新しいことが好きで多芸多才、人望があり周囲には人が集まってきます。しかし時としてあなたの魅力にふさわしくない相手に心を奪われてしまうこともあります。しっかり相手を選ぶようにしてください。思いやりがあり自信にあふれていますので、アドバイスや手助けを求められることがあります。優しく寛大で明るい方ですので、恋愛の機会に恵まれています。相手のすべてを把握して管理しておきたいと思うタイプの方です。大胆さと繊細さを併せ持っており、ナイーブで傷つきやすい面が目立ちますが、好きになった相手には強引な一面も秘めています。しかし相手に強くリードをしてもらい、相手の言いなりになるような状況も好む傾向にあります。仕事運、周りの意見をまとめバランスよく整える調整役が適しています。管理職や大人数をまとめるプロジェクトリーダーなどはまさに適役です。どのような仕事についても中心的な存在になれますが、自らが先頭に立ちぐいぐい引っ張っていくような強いリーダーではなく、周囲の声に耳を傾け丁寧に対応するまとめ役としての高い評価を受けます。カリスマ的性格で人付き合いが上手です。大衆を相手にする仕事が適しています。説得力がありイメージ作りがうまい方ですので、販売促進や宣伝にも向いています。またデザインやファッション、俳優やダンサー、歌手として自己表現することにも向いています。一つ一つ昇進の階段を上げていき、いずれはトップまで上り詰めることができます。ただし成果を出すためには必死に働き、手をつけたことは必ずやり遂げ、何事も期限ギリギリまで放っておかないことが重要です。金運、着実に財を成していく手堅いタイプの方です。お金に対する知識も豊富で、自分で稼ぎ出した財産を堅実に蓄えて増やすことを得意としています。資産運用の勉強を始めると思うように財産を増やしていくことができます。投資や保険などの勉強を始めてみてください。ギャンブルには向いていません。一攫千金を狙ってもうまくいくことはなさそうです。散財をしてしまい後悔をしてしまいそうです。また多くの友人に恵まれていますが、儲け話などを振られると付き合いでお金を使ってしまうことがありそうです。しかし儲け話に手をつけることによって儲けられることはありませんので注意してください。以上、1月31日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。